デュアーベンゼンとは、ベンゼンの立体異性体、ビシクロ2.20ヘキサマイナス2、5次元の故障。2個のシクロブ転換が縮合した二貫性の構造である。1867年、イギリスの科学者、ジェームズデューによりベンゼンの構造として提唱された経緯からその名がある。その後ベンゼンの実際の構造は、 アウグストケクレが提唱したケクレ構造であることが確かめられて、現在に至るが、デュワーベンゼンの構造も合成化学により作ることができる。デュワーベンゼンの骨格は1962年にター・トブチル誘導体として初めて合成された。ムチカンのデュワーベンゼンは1963年に、質マイナス1、ニジヒドロムスイフタル酸の熱分解と続く。 作酸鉛による酸化により得られた。ヘキサメチルデュアーベンゼンは、塩化アルミニウムの作用によるニブチンの酸量化により合成することができ、市販品も入手できる。通常のケクレ構造のベンゼンとは異なり、デュアーベンゼンは平面構造ではなく2個のシクロブ転換の間に角度がある。歪みエネルギーが大きいため不安定であり、半減期が約2日で、 通常のベンゼンに変わる。この熱反応が比較的遅いのは反応の前後で分子軌道の対称性が異なる金星反応だからである。他のベンゼンの構造異性体にはプリズマン、ベンズバレン、クラウスベンゼンが知られる。ありがとうございます。